無尽蔵のスタミナによりコートを走り回ってディフェンスを振り切り、ミドルシュートで得点を荒稼ぎするのが今回の動画で紹介するリチャード・ハミルトン。8年間にわたりピストンズの得点王として活躍し、2006年からは3年連続オールスターにも選出。リップの愛称でも親しまれるように抜群のスピードで相手ディフェンスを引き剥がし、2004年から着用するフェイスマスク、フリースローの際の独特のルーティーンなどユニークな一面を持ち合わせるのも彼の特徴の一つ。201センチ84キロという細身の体格であるハミルトンは、気づいたら20得点を記録している地味ながらもこの時代のピストンズにおいて欠かせない選手の一人と言えます。ということで今回はリチャード・ハミルトンについて話していきたいと思います。1978年2月にペンシルバニア州でハミルトンは誕生し、高校時代には中距離走の選手として活躍。同時にペニー・ハーダウェイに憧れを抱きながら、バスケットでもめきめきと頭角を現していくことになります。コネティカット大学、通称ユーコンに進学を果たすと、2年時には平均 21.5 得点、 4.4 リバウンド、 2.4 アシストというスタッツを残し、チームを29勝4敗という成績に導くことで所属カンファレンスの MVP を獲得。さらにオールアメリカンセカンドチームにも選出されています。マーチマッドネスではワシントン大学との一戦で1点のビハインドを背負う局面において、値千金の一発をねじ込んでいくことになります。さらに3年生になる1999年のシーズン、並み居る強豪大学を相手に勝利を重ね、ファイナルの舞台にまでユーコンは到着。決勝の相手である名門デューク大学にはエルトン・ブランド、コーリー・マゲッティ、シェーン・バティエといった後の NBA 選手が多く揃っており、シーズンを通してわずか一度しか敗れていない無類の強さを誇っていました。しかしこの試合で爆発するのがハミルトンであり、両チームトップの27得点を残す活躍により接戦となるこの試合に勝利。ユーコンは大学史上初の NCAA 制覇を成し遂げました。こうしてファイナル4の MVP を獲得したハミルトンは、大学生活を1年間残して1999年の NBA ドラフトにエントリー。エルトン・ブランド、スティーブ・フランシス、バロン・デイビス、ラマー・オドムといった名だたる選手たちがその名を呼ばれる中、1巡目全体7位でワシントン・ウィザーズから指名を受けます。ルーキーシーズンにはミッチ・リッチモンドの控えガードとして平均9得点を記録すると、2年目にはシーズン途中から先発で起用され、平均得点を倍増させていくことになります。しかしウィザーズは低迷を続け、ディビジョン最下位に沈むことでオーナーの一人となっていたマイケル・ジョーダンが現役の復帰を発表。憧れの存在とチームメイトになったハミルトンは、平均得点を20の大台に乗せ、フリースロー成功率ではリーグ2位の 89% を記録します。しかしジョーダンの大学時代の後輩であるジェリー・スタックハウスの交換により、ハミルトンはデトロイト・ピストンズに放出されることに。失意のオフシーズンを過ごしながらも、このトレードがきっかけとなり、ハミルトンは選手として新たなステージへと駆け上がっていくことになります。ピストンズはベン・ウォレスを中心に強固なディフェンスを売りにしたチームであり、無尽蔵のスタミナを手に入れるため愛犬と走り込みを続けていたのは有名な話です。またレジ・ミラーをお手本にしたオフボールの動きに磨きをかけることで、1対1が主流のこの時代のシューティングガードにおいて、ハミルトンのプレースタイルは異彩を放つものとなっていきます。こうしてより進化を続けるリップは、移籍して1年目となる2003年には全82試合に先発で出場し、チームトップの平均 19.7 得点、 3.9 リバウンドを記録。ウィザーズでは疑問視されていたディフェンスでも向上を見せ、プレーオフではアイバーソンのマークマンとしても活躍を見せることで、
オフシーズンには7年6200万ドルという延長契約をピストンズと結ぶことになります。ラリー・ブランがヘッドコーチに就任する 2003-2004 年シーズンには、鼻を骨折したことによりフェイスマスクの着用を始めると、リップマスクと呼ばれたハミルトンは好調なシーズンを過ごしていきます。さらに守護神ベン・ウォルスに加え、リーグ屈指の司令塔へと成長を果たすチャンシー・ビラップス、不動の先発スモールフォワードに定着する2年目のテイション・プリンス、そして2月にはオールスターパワーフォワードラシード・ウォレスが加入することにより、ピストンズはペーサーズに次ぐカンファレンス2位の54勝を記録。プレーオフではバックス、ネッツを下すと、カンファレンスファイナルのペーサーズとのシリーズでは両チームトップの平均 23.7 得点と活躍し、ピストンズは NBA ファイナルに進出を果たすことになります。頂上決戦の相手はシャキール・オニール、カール・マローン、ゲイリー・ペイトン、そしてコービー・ブライアントを擁するロサンゼルス・レイカーズ。中でも同じペンシルバニア州出身であり同級生でもあるコービーは、高校時代に3度の敗北を喫している天敵である一方で、アマチュアリーグではチームメイトとしてお互いの将来の夢を語り合う親しい間柄でもあります。それでもこの時点ですでに6度のオールスター、3度の優勝を勝ち取っていたコービーとの格の差は歴然かに思われていました。しかし蓋を開けてみれば、見事なまでのチームプレーにより主導権を握ったピストンズがアウェーでのゲーム1を勝利。続くゲーム2でもピストンズのペースで試合が進み、残り10秒の局面で3点のリードを奪います。しかし、コービーの劇的なシュートにより同点に追いつかれたピストンズは逆転でこの試合を落とすことになります。しかしデトロイトに戻ったゲーム3でハミルトンは31得点と大爆発、切れ味の鋭いドライブにより多くのフリースローを獲得し、常にコートを走り回るスタイルはコービーやゲイリー・ペイトンのスタミナを確実に削っていくことになります。思うようにシュートが決まらなかったコービーに対して、ハミルトンはシリーズ平均 21.4 得点 5.2 リバウンド4アシストと大活躍。ピストンズはシリーズの流れを掌握することでレイカーズを4勝1敗で圧倒し、悲願の NBA タイトルを獲得することになるのです。その後もピストンズは強豪として君臨しながら、ハミルトンも選手として全盛期を迎えていくことになります。2005年には再び NBA ファイナルに進出し、スパーズとの7試合に及ぶ激闘を演じてみせると、ハミルトンは2006年から3年連続オールスターに選出。シーズンを通して55本の成功でありながら、スリーポイント成功率のタイトルも獲得しています。一方でラリー・ブランが退任し、代わりにフィリップ・サンダースが指揮するチームはカンファレンスファイナルに進出を続けながら、2006年にはドウェイン・ウェイドを中心に台頭するヒート、2007年には驚異的なパフォーマンスを見せるレブロン・ジェームスのキャバリアーズ、2008年にはポール・ピアース、ケビン・ガーネット、レイ・アレンというビッグ3を擁するセルティックスを相手に、いずれもピストンズは敗れています。6年連続でカンファレンスファイナルに進出を続け、強豪として君臨していたピストンズ。それでも抜本的な改革が必要だと判断したフロントは、司令塔でありチームの心臓であるチャンシー・ビラップスを放出。このトレードによりチームは瞬く間に崩壊し、再建を余儀なくされることになります。そして2011年にはデリック・ローズを中心に躍進を果たしていたブルズへと移籍することで、再びハミルトンはチャンピオンシップ獲得を目指すことになります。しかしプレーオフでローズが ACL の断裂に見舞われると、ハミルトンも怪我に悩まされることになり、2013年のプレーオフを最後に14シーズンにわたる NBA キャリアに幕を閉じることになります。子供の頃は NBA 選手になってジョーダンを相手に戦うことが夢だったとキャリアを振り返るハミルトン。ウィザーズでは確執が噂されながらも、ジョーダンブランドの契約選手としてエアジョーダンを愛用した選手の一人でもあります。
疲れという言葉をまるで知らないかのようにコートを縦横無尽に走り回ることで派手さには欠けるもののピストンズをはじめ多くの NBA ファンから愛されてきたハミルトン。そしてこの功績が認められハミルトンが愛用した背番号32はデトロイトピストンズの永久欠番となるのです。このチャンネルでは NBA についての動画を投稿しています。コメントや高評価、チャンネル登録もお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。